こんにちは、リリナナです。ちょっと今日はお外が騒がしいんですけども、動画を撮りたいなと思って回し始めました。で、靴下のお話になってしまうんですけども、今回靴下を一番最初にこちらで編み始めて、もうこのお話はもう飽きたってほど言ってるんですけども、一足片方一つ目はもう動画を見ながらそれの通りに編んで、でやっぱり私の編み癖だったりとか糸の太さにもよるのかな、ちょっときつかったんですよね。で履き口とかもきつくって、でもう一足もう片方、これは練習だと思ってもう片方編み始めて、でちょっと増やし目というか目数を変えて編んで、でそしたら自分の足にすごくぴったりなものができました。でこれはもう練習だと思って諦めよう、履かないって思っていて、で2足目こちらを編んで、で自分のサイズぴったりにして、履き口の方も一目ゴム編み止めではなくって、コミーさんの、手で芸をするコミーさんのイガヤ靴下の履き口の留め方、そちらを参考にさせていただきました。でそしたらもうストレスなく履ける感じなので、伸びもすごくいいので、もうとても気に入っています。でだんだん暖かくなってきたので全然履いてはいないんですけども、まだ水通しもしてないし、もう編んだだけっていう感じで、で2足目の方は完成しました。でやっぱりもうせっかくうまく編めるように、まだまだうまくはないんですけど、自分のサイズで編めるようになったので、もう片方ほどこうと思って、一番最初に編んだものをほどいて、で編み直して自分サイズにして、で履き口の方もコミさんのイガヤ靴下の方の履き口を真似させていただいて、そちらで作りました。もう伸びがすごくいいので、もう太い私の足にはぴったりでした。でなかなか一目ゴム編み止めの縫っていく感じがちょっと難しかったりとか、あとは引きの具合なのかな、私の編み方とか留め方が悪いんだと思うんですけども、まだ全然初心者なので、なのでもしそれでまだ靴下を始めたばっかりっていう方とかもいらっしゃって、あとは履き口がどうもやっぱりきついんだっていう方もいらっしゃったので、もしよかったらコミーさんのイガヤ靴下の履き口の留め方を参考にしてみてください。で私もリンクを貼らせていただくといただこうと思うので、説明欄の方からよかったら飛んで見てみてください。すごく伸びが良くていいですよで私は棒針じゃなくって、留める時は片方は棒針についたまんまで、片方はかぎ針に持ち替えて編んでいます。でそうするとスルスル取りやすいので、棒針とかぎ針両方使うといいんじゃないかなと思います。でそれもコミさんの動画で、教えていただいたんですけども、見てあそうなんだって思ってそれを真似させていただきました。でやっぱり夜の楽しみがもう最近は靴下になっていて、昼間はずっとかぎ針をやってるんですけども、夜子供が寝た後とか、あとは自分の時間ができた時に靴下を編むのがずっと習慣に今のところなっていて、編み上がっちゃったらもうなんか寂しいんですよね。で編み始めた時はもう一日中靴下を編んでいたいっていう気にはなっていたんですけども、だいぶその気持ちも落ち着いてきて、夜だけとか、あとは本当に時間ができた時に編もうって思えるようになって、でまた3足目に手を出しています。
で、これはフリーソックユーザー屋さんのフリーソックで編んでるんですけども、こっちはユーザー屋さんのソックヤーンで編みました。で、フリーソックも買っていて380メートルもあるんですよね。で、カラーがこれなんて読むの10の3かな、まあ、よくわかんないんですけど、これを使っています。で、やっぱりカラフルなものの糸を結構買っていたんですけども、やっぱり基本は結構シンプルだったりとか、あとは暗い感じ、黒っぽい色とかが好きなので、これも一つ買ってて、って言ってももうね、セールで買ったので余ってるやつしかもう選ぶ選択がほとんどないような感じで、たまたまあったこちらを購入したんですけども、もうね、どういう模様になるのか全然わからなくて、書いてなかったし見本みたいのもなかったので、とりあえず、まあ、買ってみようっていう感じで買いました。で、そしたらゼブラっぽいような、でもなんかね、規則正しい感じじゃなさそうなんですよね。こっちの方が短いし、こっちのが長かったし、で、ここがグレーっぽい、で、こっちはもうちょっと濃いグレーで、こっちの方が短いし、なのでどういう規則で来るのか編んでみながらちょっと見てみようかなっていう感じです。こういうのも楽しいですよね。どういう模様になるのかわからないし、どういう柄になるんだろうっていうのが楽しいなと思います。で、今まではいろんな色が出てくるものを使っていたんですけども、今回は結構単色っていうか白と黒とグレーみたいな感じのもので、これを本当は最初に編もうかなと思ったんですけど、どういう色になるのか、どういう柄になるのかわからなくて、なんか飽きそうって思ったんですよね。なのでもうちょっと上手になってから、飽きずに編めるようになってからこれを使いたいなって思っていて、で、いろんな色が出る感じのものを最初は楽しく編めるように使っていました。で、3足目でだいぶ慣れてきたので、これを使おうって思って、あとフリーソックが一玉と、あとはソックヤーンがあと一玉あるので、全部で5足は作れるかなって思ってます。ちゃんと糸を消費できるか不安なんですけども、でも今のところは夜の楽しみとして靴下を編むようにしています。で、皆さんはどんな柄で編んでいますか？で、なかなかどういう柄が出るかわかんないっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひ参考にしてみては。同じ糸を買ってる方、もし参考にしていただけたらなと思います。では今日は靴下のご報告ということで3足目に突入しました。出来上がるのがいつになるのかっていう感じなんですけども、楽しんで編んでいきたいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。